もう満タンやったとしてもそんなずっとやったらなくなってしまった。よいしょ。 OK、 よし。でカーテン閉めたから、うん、こっちにやりたいねんな。でも届かんよな絶対。どっち？ここにカメラ置いてこうやりたい。なんで見えないじゃん。でここにあった延長コードはこれ足りる？延長コードもう来ない。どうやるか。所要上テープを取って、いや足りるか、いけるか、出しすぎた。あるけど、取り出されへん。いや、いらんかも。マジギリギリで、ほんまにここら辺にやって養生テープ、養生テープ使う。あぶねー。で、さっきカメラオンした？したした。ちょっといないけど許してね。続きは来世で。手際悪くてちょっと申し訳ないです。まあもうそう手伝えばいいか。まあカメラがあるからさ、ね、入られへん範囲とかあるからさ、なんかそういうのな。そしたら、もっと早い時間からってこと。あ、そういうこと。お、よっしゃ。危な。めっちゃ今キッチンの方を映ったよ。じゃん。もうちゃんと閉めて。こうか。こっちの方がいいですね。下見て。どけ。どけて。床だからまたるの大変。カーテン開いた。浴衣着替えてきていい？待って、うん、オンしよう。何？あ、これ、うん、このか、この角度でいける？見えるかな？ここにオンしてたらいいのかな。鍋も、鍋も入れてみるか、うん、おうおお、いい感じ。あ、お箸。板流そう。これ流し箸。オッケー、流し箸。食べ箸。いきまーす。映ってるかな。よ。いってらっしゃい。早っ。よ。うわ。その下のスイッチも入れたら下でくるくる回るらしい。そうだね。あ、くるくる回しとくか。いら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 。いいいい。止まってんで。いいよ。はい。いってらっしゃい。おー、すげえ。じゃあでもさ、それさ、ママが流して、あやみが取らなあかんねん。取る人しな。あ、そっか。じゃあもうちょっとこっちにしなあかん。ママがどこまで行ける。あ、ここ、ここ行ける、ここ行ける。っていうか、ママも食べたい。あ、待って、めっちゃギリギリに行ってたらあかんねん。そこから、手打つっていいなら。手打つっていいけどやな。これ使わず、まず普通の。ママは、うん、これトマト、トマトつけ麺、オクラ、トマトつけ麺。待って、ママ自分の箸ないわ。いや、さっきあやみが、そっちで着替えた、うん。え、こい。待ってるぞ、ここで。えっ、うえー、やったー。映ってる？いただきます。おうんうんうん、着替えてくる。
今着替えてくんの？うん、もうあと30分やで。まあ一人で流しそうめんしとけってこと？ほんまダッシュで着替えて。あ、そこで喋ってて。うまい。よいしょ。じゃあママ一人で流しそうめんするわ。おもろ。入れて。母親も流しそう。やばいやばい。くるくる。どこ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 。あ、来た来た来た。やばい。誰の配信なの？ 3 割ぐらいしか取られへんな、これ。うん、全然。でも、溜まるから、うん、まあ。下に溜まってるやつ取ろう。ちょっと着替えてください。やばい、取れた。あ、見えへん。トマト。うん、うん、うん。嘘、あんまり美味しくない。なんでやろ。じゃあ次はごま豆乳。これやっぱいい。もうみんな何見させられてんねんみたいになるやんな。ほんまに申し訳ない。ほんまに何見させられてんねんやんな、このママが。そうめんが、あ、ちょっとね、みんなどんな画角 見させられてんねんやろって確認してたら、そうめん取り損ねた。動ける。お箸は、あ、ママか。うん、味めっちゃ薄なる。お箸取ってくる。うん、なんかやばい音鳴ってる。定期的にブーってなってるね。なん詰まるんかな。あー、そういうこと。普通のそうめん食べるよりめっちゃ汁が早く、うん、味薄くなる。あー、なるほどね。水が、うん、うん、いただきます。うん、うん、うん、ああ豆乳幸せ。あ、それ1000円みたいに思えてんの。ユーミ1000回やねん今日。うん、これゆみさんのやつやで。いくよ。うん、1000円の T シャツやばいな。1000円ってか、あやみが1000円みたいな。あやみ1000円なんや。はい、来ましたよ。うわー、あ、漏れた。漏れたっていうか、水が溢れちゃった。確かに、よりによって白い T シャツ着る。うま、ん、楽しい、これ。おいしい。え、これおいしく、何？ごま豆乳かな。ごま入ってるわ。あ、ごま入ってるのはめんつゆ豆乳かな。あ、そっちか。あ、それはごまとめんつゆでのミンチ入れようと思ったんだ。大丈夫大丈夫。おお、ボタ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 。そぼろか、そぼろを入れました。見える？うんうんうん。ラー油はちょっと一番ないですね。うん、辛いもの食べれる。え、それ食べたい、ちょうだい。うん、麺入ってないね。長そう。
危ね。ほい。いっぱい投げました。投げました。みんなで頑張って作った流しそうめんタワー。こっちも食べてみよう。これはごま、あ、ごま豆乳ですね。ふいっ、うん、うわん、こっから取ろう。ちょっとこっから取るわ。うん、おいしい。下のそうめんも食べてください。はい。うん、このトマトのやつって辛くない？辛くない、うん、わさびとかラー油とかちょっと辛いのは、あゆみが食べられへんし、食べれません、うん、うん、おいしい。あ、トマト。うん、本当ラーメンよりも先にさ、うん、トマトそうめん食べたわ。うん、おいしい、おいしい、うん、ふん、うん、ふん。そう、下も回したら下のそうめんも回んねん。あ、食べやすくなるってこと、こっちに来て。うん、卵、きゅうりと卵どうかな。うん、めっちゃめんつゆ使った、今日だけで。最悪。最悪とか言わない。はい、ごめんなさい。卵、うん、きゅうり、こっちもきゅうり合うかな、トマトに。うん、うん、合うかもね。でもオクラ入ってんで、そっちのな。うん、食べたい。イエーイ。うん、ふん。下にかなり溜まってる。ちょっと溜まって、うん、あ、そんな溜まってなかった。お願いを食べたの。え、やばい、これ食べれてまうな。バイバイ。最高そうめん。なんでそんな直接撮んの。もうザルから直接撮ってます。あやみが頑張ったのに。撮ってよ、いっぱい流してるよ今。うん、なのに、うん、うん、だって別にママが撮ってるとこ見えへんやん。見えへんやん。あの下に溜まったのはアミが食べる。みんなも流しそうな機械見えてる？うん、見えてはいる。あ、ポチャンって言った。じゃポンって落ちちゃった。どこでも大丈夫。守りたいこの笑顔ってコメント、なんかスタンプみたいなの来てたよ。誰のために流してるん。ママだってザルから食べてたもん。もうここに溜まったのはアミが食べるためかな。ここで水切ろう。うん、うん、ふん。うん、ふん、うん、ふん。うん、お腹いっぱいになってきた。流してあげましょう。イエーイ。そこを、ここにあるの流してあげる。
でやってる様やばいよな。確かに。はいはいはい、ちょっと小分けにしてみた。増えた。ね。夏終わるまで、そうやな、夏終わるまでちょっと食卓のここに置いておくことになりそうですね。友達としたりしよう。そうやな。美味しかった。うん、一旦止める。こなくなったらまだつけよう。そうやな、うん、あのどんどん流して、うん、どんどん取って、うん、全部の味に今そうめん入ってる。そうやねんな、今な。そぼろおいしい。まあ、そうおいしいよな。うん、おそぼろ。さっきからさ、豆乳ばっか食べてる。めんつゆと豆乳って美味しいんよな。これごま？こっちごまか。うん、ごま豆乳。こっちごま豆乳。うん、違うやつ食べる。これ食べよう。うん、高いっちゃった。うん、まあ確かに YNN のキャンプでやりたいな。だからそうめん、うん、YNN のキャンプさ、もう次10期生がメインやん、うん、そうやな。そうやな。闇は呼ばれるか分からんってことやな。うん、闇ややで呼んでほしいな。え、この前リサヒさんいたっけ、号泣キャンプ行ったっけ。あれ行ってないから、あやぴょんが闇を可愛がって、うん、リサが、うん、見てたって言ってくれたんじゃない。出たいな、宮江で。でも、うん、どうやろうな。そやな、麺類の時はこれ全部流すか。パスタも、うん。豆乳そうめん美味しいの。やって、豆乳そうめんバリ美味しい。ヤンコが大人してたもん。これ怖いんやろな、うん、でかくてな。ちょっと一旦流し終わりましたね。ちょっと濃いかもこれ。どれ、なんそれちょっと濃いよな、うん、水入れよう、いっぱいこれで。水切らずに入れて、いっぱい入れちゃった、いっぱい水切っちゃったからさ。水を入れずに、うん、うん、違う、水を切らずに入れることを想定してちょっと濃く作ったら、うん、濃くなりすぎちゃったっていう話、うん、やねんけど、聞く？関係されそうやな。もう言ってしまってんねん、全部。そういうボケ食ってる。そういうボケやりがち、最近。パスタ流してミートソースつけて食べる。でも冷たいからあれやな、熱湯でやる、これ。あ、熱湯でやったら、うん、いや、伸びちゃう。だから冷パスタ、うん、うん、トマトつけ麺はやっぱりさ、本家が美味しかった。でもなくなるの早いな、こんな感じ。え、多分まだあっちにあると思う、うん、何かが物足りない。なんや、だからもう全部ちゃうよな。
全部食べ過ぎちゃってる今。うん、うんうん、何束入れたっけ。100と100と300茹でて、あとここに100ちょいぐらいあるかな、うんうん、とこことこことここと、ここにカップにいっぱいありすぎる。誰か呼ぶ急に、うん、もう流そうめんしてるけど来るって、うんうんうん、お腹いっぱい。てかさ、うん、そろそろ壇上呼ばないとさ、うん、短冊も書かなあかんからさ。うまいな、えらいね、気づいて。どうぞ。オッケー。ちょっとお腹が今長そうめんしてるんけど、くるって言ったら行きたい人いっぱいおるって。うん、なんか一気に来た。いや、一気に来たよな。なんか楽しい、バクバクって食べて、もうあれなんていうの、呼吸が困難です。レスラーじゃない、なんていうの、ボクサーみたいになってる。試合後のボクサーみたいになってる。バク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 って食べて、お腹いっぱいってなってる。満腹中枢タイムやな。MT、うん、MT やん。リオピとホノピ呼ぶ。楽しかったな去年。な、またやろ。夏やもんな去年も。うん。夏休み頃にな。だからあれやんな、リハがちょっと早く終わった日とか。うん。あのコンサートの朝近っ端のリハの間とかの。呼ぶんじゃなかったの。もうやそろそろ読みますか、うん、48分。しかも今日朝やってないからホワイトボードも書いてないよ。それが短冊なんじゃないの。別にお好きにどうぞって感じ。はい、でもせっかく今やってるから短冊にしよっかな。うん、せっかく今日七夕やしね。いいね、七夕スペシャル。じゃあ読みます。13位日高浩二さん、ありがとうございます。12位佐藤くんさん、ありがとうございます。11位高友さん、ありがとうございます。10位正野さん、ありがとうございます。9位香里さん、ありがとうございます。8位けんちゃんさん、ありがとうございます。あ、けんちゃんさんってめっちゃ滑れた。8位けんちゃん、ありがとうございます。7位達人屋さん、ありがとうございます。6位高政さん、ありがとうございます。5位やしちさん、ありがとうございます。4位柳さん、ありがとうございます。3位しゅうさん、ありがとうございます。2位ガンちゃんヨッシーさん、ありがとうございます。そして1位はムチさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 。ムチさん願い事何かな。ムチさん願い事何。七夕スペシャルに呼んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ムチさんのお願いは、ちょっと待って、短冊持ってくる。うん、ここに直したん。おもろいの浮かばんかったやって。世界平和やって。世界平和、うん、世界が平和になりますようにって。うん、世界平和だけでいいんじゃない。オッケー、薄い色。平
いたらさ、うん、勢いで世代交代って書きそう。わかる。せって書いたら世代交代やな。でも世代交代ってさ、うん、ペンで書くことあるん？今日いっぱい書いたで。ああ、あれ、うん、世代交代の選手ら誰か書きましょうな感じだったよ。ヤミちゃん、トモさんかな。トモさん、トモさん、ありがとう、楽しかったやって、よかった、楽しんでもらえて。これが落ちてたやつか、なんかあざしてれやって、かわいい。これ勢いで世代交代がわかる。でもうちの流しそうめんはぐるぐる回るだけやで、裏山ほほえみ。微笑みがわらやったっけ、うん、で W やったら爆笑い。七夕らしい配信でよかったです、よかったです。ツインカオタ見てただけでお腹いっぱいな気になってきた。あやみちゃんも佐々木さんも企画準備お疲れ様、ありがとう、ありがとう。どうせない、どうせない。絶対ヤミちゃんの方が若いと思うんだけどな。うん、若い。やな、うん、見た感じめっちゃ若くて。でもまあ、でも世代は的には一緒なんじゃない？世代は的には。世代的には。はい。あ、消えかった。じゃあ最後に1位のおもちゃさんを飾って終わりましょう。疲れた。本音出てもた。いや、お腹いっぱいになったもんな。お腹いっぱいで急に眠くて、今日はみお昼寝したからさ、結構冴えてんねんな今。お目目がガッてなってる。お目目がどうなってるの？ガッてなってる。目ちっちゃいからさ、目力がさ、開いてもさ、ないんだよ、うん、はい、はい、はい、これが、ちょっと一旦、ちょっといきますよ、飾ります。どこに飾ろう、一番てっぺんに飾ろう。うん、映ってる、かっこいい、てっぺんに世界平和、青で。パチ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 。目小さいの可愛いよ。ありがとうございました。楽しかったね。お腹いっぱい。くしゃみが出る。マジでお腹いっぱい。だって今日さ、あやみさ。うん、あのお昼もいっぱい食べてんな。最悪。いいよな、それで太らへんの、マジで。お昼もめっちゃ食べてん今日、うん、まあもう食べざるを得ない、食べざるを得ない情報じゃない、状況やったからいっぱい食べた。それはよかったね。あ、そう、わかったの、え、わかったの、昨日のストーリー見た？うん、あやみが乗ってたやつ、浴衣の、え、違う、うさぎや、うん、頭回ってる。もうネモです。まあ、でも写真一枚一枚撮って
動物にあげるという、これで起用か。もうじゃないでしょ。明日、あ、明日学校や。あいちゃんどう、夏食べた、あ、写真撮ってない、忘れてた。ママお眠でおもろやった。あ、もう帰ります。はい、全部裏返ってるやん。ほぼ裏返ってる。まや、みんな裏返ってる。なんでそんな裏返んの。もろ。そらゆか炊けないとな、頑張れやって応援してくれてる。何も本音が出そうや。今日の朝ドーナツやったっけ。え、違う、ダンスしてるし、フットラインを誘うか。そうか、あゆみダンスしてるからか。あ、もうダンスするか。身の回りには痩せてないねんな。でもあやみってなんか痩せてない、なんて言うんやろ、うん、痩せてるわけでもないねん。痩せてない、太ってない、太ってない。平準じゃ、平常、違う基準。違う違う、平均、平均、正常。そう。全然喋れてない、されてるはずやのに。なんか意外とあやみってカリッカリやと思ってて、赤ちゃんの時とかも細かったから、カリッカリの子になると思ったら、マジ筋肉とかが、あ、そう、あの ふくらはぎ、うん、とかも筋肉で、太ももも表面が硬い、表面が硬い、太ももの表面、このな、うん、あの正面の太ももが、正面の太ももがちょっと硬いのよ。そう、あとは大きくなのね。若田が、え、丸亀製麺のうどーなつ、え、そう、うどーなつ食べたいねんの、あやみも、あれ美味しそう、あれも食べたい、うん、骨格は、あやみはナチュラルらしい。誰に言われたの。ニッシーユマ、ユマちゃんが考えてくれたの。うん、なんか鎖骨が出てる、で、ん、結構出てる人はナチュラルらしい。あとはなんか そういう話をさ、公演終わりにさ、着替えてる時にするのよ、うん、結構。それで、標準的大文字なので爆笑、大爆笑、あ、そう、小文字が爆笑やったっけ、大文字が大爆笑、うん、あ、待って、もう時間やって、もうすぐ消えちゃう。ありがとうございました。ウィザーニュースの YouTube チャンネルで21時から天の川のライブ映像が流れるそうです。へ、えー、うん、そう、写真撮ろうね、うん、ではありがとうありがとうございました。明日もよろしく、明日7時です。明日標準ってか普通に7時です。はい、ありがとうございました。もう明日月曜日やでね、早いね、楽しかったね、ありがとうございました。ドタバタなのにありがとうございました。オンラインお話し会の隙間に、楽しかった、みんな、ありがとうございました。もうすぐ消えちゃう、今何分、わかんない、59、ありがとうございました、またね、ありがとう、おもろかった、やって、やった、よかった、ドザバタイからおもろい。なるほど、確かに、ね、テキパキ準備しすぎ、できすぎてても、うん、君が酒じゃないということで、そういうことですね、もうそれあゆみじゃないです、誰か、うん、別の誰か。